考書メソッド。参考書の効果的な使い方を紹介する参考書メソッド。こんにちは、マナビズムの今井です。今回紹介する参考書はこちら、大学入試全レベル問題集現代文1基礎レベルです。この参考書の収録問題数は全部で10問です。評論8題、随筆1題、小説1題の構成です。習熟期間は目標1ヶ月っていう風に定めておくけど、他の科目との兼ね合いを考えて1ヶ月半やったり2ヶ月かかっても全然問題ないです。特徴としてはまずはレベルから。レベルは高校基礎から大学受験準備っていうレベルなんよ。なんで大学受験準備レベルに扱われるかというと、本冊と別冊に分かれてて、本冊の最初の方に初めの一歩編っていうのがあるんやんか。そこで入試現代文を解いていくときに必要な読解法を例文交えて解説してくれてるから、問題の演習をバーッと積んでいく演習書という立ち位置よりかは、ゼロベースから読解法を学んでいく理論書っていう風な立ち位置になるから大学受験準備レベルになってます。解説に関しても設問の解説だけじゃなくて本文の解説もしっかり書いてあるから、現代文の解法とかで培ってきた基本的な読解法やったり、初めの一歩編で掴んだ読解法っていうのを意識して本文を読んでそれの確認ができる形になってます。読解法を解説してるだけじゃなくて、その読解法を使って設問にアプローチしていくやり方とかも解説されてるから、本文設問両方に読解法を使ったアプローチをできるようになってるので、非常に使いやすい参考書になってます。使い方に関してはまずはさっき言った通り、本冊の初めの一歩編を熟読しよう。もちろん例題も解きながら進めてもらうんやけど、特に途中にある接続語の用法っていうのがあるんやんか。でそこに知らないことがあったら、今後の現代文を勉強していく上で差し支えのある内容になっちゃうから、必ず知らないことがあればインプットしておいてください。で問題を解きに行くんかって言われたらそうじゃなくて、本冊の実践編の最初の方に書いてある文章の構造をつかもうっていうところと、現代文のお約束っていうところをしっかり読んでください。ここには初めの一歩編と並んで本文を読んでいくときに意識すべきこととか目の付けどころが解説されてるから、本文解く前にもう一回頭で、あ、こういうことを意識して現代文読まなあかんなっていうのを意識して進められるように熟読するようにしてください。でいよいよ別冊の問題を解いていくわけやけど、問題はそれぞれ意識すべき読解法がタイトルについてるから、その読解法に焦点を当てて読み進めてください。このレベルの参考書はまだまだ理論書やから、制限時間を設けて設問を解く必要はないです。随筆と小説に関しては受験する大学に出題の可能性がない場合はやらなくても大丈夫です。で問題が解き終わったら解説をどんどん読み込んでいくわけやけど、解説が大きく3つのポイントに分かれてて、学習ポイントっていうのと問題レクチャーと設問レクチャーの3つに分かれてます。見ていく順番は、学習のポイント見て問題文レクチャー見て設問のレクチャー見る。特にこのレベルやったら学習のポイントと問題文レクチャーは本文の読み方やったり、その本文で特に意識すべきやった読解法が解説されてるから、自分が意識したことと合致してるかしてないかっていうのをしっかり確認するようにしましょう。で毎週末にその週に解いた問題の総復習という形で、学習のポイントやったり問題文レクチャー、設問文レクチャーに書かれてたことを再現しながら人に教えるようなイメージで復習して解き直ししてもらえたらなと思います。それでは大学入試全レベル問題集現代文1基礎レベルの使い方の動画はここまでにしたいと思います。ありがとうございました。